こんにちは。魔界京都ナビゲーターのたまこです。今日は渦政にある神社をご紹介します。京都の渦政に大酒神社があります。お酒の神社と思われがちですが、主祭神は真の始皇帝と柚木の君、旗の酒の君です。広隆寺の縁起である広隆寺由来記によると、第14代中愛天皇の時に皇帝14世の孫、柚木の君の父親である高満王が始皇帝の御霊を勧請したことに始まるとされています。伝承自体の真偽は明らかではありませんが、古くから渦政一帯を開発した旗師の氏神であったと推測され、司書に見える旗の酒の君と大酒神を関連づける説もあります。旗の酒の君は柚木の君の孫で、471年御事の利を受けて1万人以上もの旗師所属を統率し、養蚕を広め、絹綾や錦などを織り、朝廷に献上しました。渦政の地名の由来には、いくつかの説があります。日本書紀によれば、献上物が渦高く積み上げられたため、渦政と評し、渦政の姓を与えられ、渦政の語源になった説です。また、渦政の渦には、古代ヘブライ語で光という意味があり、まさには賜物という意味があるという説です。他にはヘブライ語のエイゼマサがなまったもので、エイゼは何というという意味で、マサは道のりを意味し、何という道のりだという意味になります。遥か遠くから渡来した人々が、ようやく日本にたどり着いた時に出た言葉が、そのまま地名になったのかもしれません。もう一つは、渦政はアラム語でイエス・キリストを意味するイシュメシャで、イシュはキリスト、メシャはメシアを示し、インドでユズマサと発音したものがなまったものだとする説です。余談ですが、他にもイスラエルのエルサレムはヘブライ語読みでイールシャローム、これは日本語に直すと平安京になります。旗師は、旗織りだけでなく、平安京遷都や広隆寺建立など、農耕、酒造、土木など、多方面において大きな貢献をしました。旗師はこの地にとどまらず、伏見方面にも勢力を伸ばし、伏見稲荷の農耕神の信仰、さらには伏見の酒造りにも貢献したと言われています。少し脱線しますが、面白い説があります。旗師は、中央アジアのバルハシ湖の南に位置するユンクエという国の出身であるとする説もあり、ユンクエこそシルクロードを経由してユダヤの末裔が建国した原始キリスト教の国で、彼らが最終的に本拠地とした渦政も大神の文字をはめたのだろうという説があります。大神とはローマの漢字表記だそうです。余談ですが、ユンクエにはヤマトゥという地名が存在し、これが後のヤマトの語源になったとも言われています。現在では大酒となっていますが、かつては大酒、あるいは大酒とされていました。大酒はダビデを意味し、この神社の名前はユダヤの王を表しているのだそうです。これが渦政における日ユ同祖論と結びつけられるゆえんだそうです。ですが、菊の門、清めの塩や狛犬など、日本とイスラエルを結ぶ類似点は多く指摘されているものの、異論反論も数多く、真相はわかりません。大酒神社では、京都三大奇祭の一つ、牛祭りが行われます。祭りでは、異形の面をつけた、マタラ神役の者が牛に乗り、四天王、行列を従えて、広隆寺境内を練り歩き、最後に薬師堂前で祭文を読み上げます。大酒神社の祭りが広隆寺の祭りとなり、御蟹は御柱鳥居のある木の島神社で行われます。牛祭り保存会も発足し、京都市登録無形民俗文化財に登録されています。旗師のルーツと目される中央アジア周辺には、ミトラ教なる教えがあり、その最高神であるミトラ神が、実は牛の頭を持つ神として伝えられています。そのため多くの研究家は、
この祭りをミトラ教信仰の名残と推察しています。ミトラ教の起源はインド・イランのアーリア人の信仰でした。ギリシア・ローマに広まった頃には秘儀の宗教となっており、王子をはふる儀式を行っていたとされています。一時的にローマ帝国で爆発的に流行しましたが、キリスト教が国教化されて急激に衰退します。秘教であったこと、キリスト教徒によって徹底的に破壊されたことにより、全容は明らかになっていません。一方で、ミトラは弥勒の名称で別の信仰対象とされていくことになります。広隆寺の弥勒菩薩にもつながります。また、禊をする神社、通称蚕の社と言われている神社がありますが、全国でも珍しい御柱鳥居ということもあり、波多氏が自国から持ち込んできた原始キリスト教、ネストリウス派、景教の三位一体論を鳥居に表現したものじゃないかという説もあります。この御柱鳥居の位置関係は、北を三角形の頂点とし、南側は東西を結んだ底辺になります。この三角形の中央から東南東に位置しているのは稲荷山であり、西南西に位置しているのは松尾山です。どちらも波多氏が奉祭する神社です。夏至の日には稲荷山から日が昇り、松尾山に夕日が沈み、夏至の日には比叡山から昇った日が愛宕山に沈みます。そのようなことから、この島にます天照御霊神社の天照は太陽信仰を表すもので、御柱鳥居は太陽神の遥拝所の意味合いがあったのではないかというのです。シルクロードを通って西洋から長安までユダヤ人やヨーロッパ人、アーリア人、ペルシア人などの行き来がありました。600年から始まった遣隋使が遣唐使となり894年に菅原道真公によって廃止されるまで交流が盛んだったので、波多氏が異教を持ち込んで日本に浸透していった可能性は大いにあると思います。昔に生まれていれば謎はすぐ解けるのでしょうが、いろいろ想像する楽しみがなくなるかもしれませんね。